コナ君、またこんなとこ来たの？今日は雨降ってないね。あのアマンダ、どこにいるかわかんねえんだよ、毎回毎回。あのアマンダって、アマンダ一人しかいないけど。なんか、今回は桜咲いてないね。私、ちゃんと後悔のしない選択できたかな、さっきのところ。ちょっとわかんない。アマンデどこ？どうせまたすんごい格好してんだろう、色味的な意味で。原色とか着てんだろう。アマンデいる？アマンデめっちゃ向こうじゃん。わかりやすいとこ行ってくれよ、アマンデ。いつも真ん中にいたらいいのに。ラスボス感増すぜ。うわ、すんげえ花咲いてる。前衛的なデザイン。何してんの、アマンド一人で。乗れってか。待ってたの？いらっしゃい、コーナー。たまにはボートの旅なんてどうかしら。自分で漕げって。なんだよ、私が漕ぐのかよ。自分で漕げよ。人に漕がせておいてボートの旅なんてどうかしらっておかしくね？傘当たるぞ。ここは落ち着くわ。まあ、いつもここ心だでろ。は何もかもが穏やかで、喧騒とは無縁の場所。それで収穫はありましたか？アンダーソン警部補との関係が障害となっています。依然として精神的問題を抱えていて、変異体に関する判断を曇らせているようです。何よりも捜査を優先しなさい。めっちゃ怒るそじれゃん。ほど重要なことなのですよ。決して誰にもあなたの邪魔をさせないように。何このおばちゃん、どこ路戸線惑っなの？ているのですか？戸惑いかき乱されている。誠実。何をすべきかは分かっています。アですが、マンダそう下簡が単なこる。とではないんです。エデンクラブで変異体に銃を向けていたというのに。なぜ撃たなかったのです？撃てないよ。真実を話そう。分かりません。アマンダめっちゃ分下かがらる。ないんです。誠実に真も実しばっかこりの出またらまダメ捜だ査にな。進展が見られないようなら入れ替えることも考慮しなければ。ふざけんなお前。時間さえいただければ、必ず解決してみせます。なんでお前の代わりはいるものみたいな。何かよからぬことが起こったようですね。ああ、さっきのことかな。急ぎなさい。急ぎなさいって、おもう前、時間がありません。ボート焦がしといて急ぎなさいってなんだよ。すげえ。手先が器用とかそういう問題じゃねえ、もうすこでのに。コイン遊び見てるとイライラすんだよ。させん、させん、すみまマジせん、すいま警せん。部。結構派手だったもんな、今。どうも、警部補。ああ、ここ来たんだ。おい、なんだこの騒ぎは。パーティーあるなんて聞いてないぞ。ニュースで騒がれたせいで、みんな首を突っ込みたがるんです。FBI まで乗り出してきましたなんよ。だって？ああ、たく、FBI に占領されんのか。嫌な予感がしてたの FBI よ。で煙たがられるんだ。状況は？容疑者は4体のアンドロイド。デリルのことも把握していて、かなり計画的です。どうやって気づかれずにここまで来たのかわかりません。屋上は見たか？まだだ。調べるものだらけで。ちゃんと確認しておけよ。廊下で警備員に襲いかかったようです。メンテナンスのアンドロイドだと思ったんでしょう。不意をつかれたと言っていました。
局の職員が一人逃げ延びました。ショック状態で取り調べはまだ無理でしょうね。ああそうなんだ。で従業員の数は？職員2名と3体のアンドロイドだけです。犯人は職員を人質に取って声明を生で放送した後屋上から逃げたそうです。屋上？パラシュートで飛び降りたんですよ。着地地点を探していますがこの天気じゃ。なるほど。変異体が放送したビデオ声明が見たければあそこの画面でどうぞ。終わりかな。報告を聞く。その辺全然見てないけど見ていこうか。なんかある？むしろ逆になんかある？なんもなさげやね。でも確か何にもなあ、触ってないしなあ。何か残ってるとも思えん。科学捜査班から報告は？確認しておこう。うん、何もなさそうだな。これ FBI ちゃうな、絶対ちゃうな。あれあれかな、途中で突っ込んできた舞台かな。いやちょっと待って、あの子名前なんだっけ、あの残してきた子どうなったんだろう。ああ警部補、 FBI のパーキンス特別捜査官です。アンダーソン警部補はこの事件の担当捜査官です。私も紹介して。私はコナー、サイバーライフから派遣されました。アンドロイドの捜査官とはな。事件現場にアンドロイドか、あんなことの後で。まあいい、ちょっと眉間にしわ寄せてくれるのが嬉しいよ、ね、それじゃどうもいい一日よ。足元に気をつけろ。あん？現場を荒らすな。なんか FBI のイメージ崩れる。何かあったらいつでも声をかけてください。 FBI って逆に言われる立場のイメージなんだよね、映画とか見てたら。何かあったらあいつらは好き勝手やるみたいな。はい警部。めっちゃ映ってるじゃんお前たち。変異体は不法侵入をしていない。あ、なるほどね。不法侵入じゃない。その形跡は見られなかったな。廊下にカメラがあります。それを見て従業員が気づくはずでしょう。カメラ見てなかったんだろ。そうだね、見てなかったっぽいよねあれ。ん？何か気になるの？アンドロイドのオイス。局のアンドロイドだったらキッチンにいますよ。犯人とは無関係だと思いますが、正直扱いに困って。キッチンのアンドロイドを尋問する。うわお。私たちにも尊厳と希望と権利が与えられるべきなのです。共に手を取り合って人間とアンドロイドの輝かしい未来を築き上げていきましょう。これは人々の希望のメッセージです。あなた方は命をくれた。そして今自由を与える時が来たのです。あれが RA9 か。いやー、 RA9 がアンドロイドを解放する。このアンドロイドの目的と一致します。ああ、そういう風に話が進んでいくのね。違うよ、 RA9 じゃないんだよ。視覚ユニット、あーこれなー、きついよなー。おお、瞳孔反射が見えるなんてすごいね。マーカスとして登録。イライジャ・カムスキーからカール・マフレット。あ、やっぱ何か分かった。足が捕まった。型番とシリアル番号は分かりました。それ以外はどうだ？いえ、あ、黙ったぞ。どうしたん？なんで言わへんの？めちゃくちゃ決定的なことやん。所有者までわかるなんてすごいね。でもな、カール死んだしな。あ、銃弾。弾痕 45mm アサルトライフル。
ブルーブラッドがなんで舐めんのだから舐めない方法を何か。うん、撃たれたね。キュッツェンに行ってみましょうか。あ、この辺もなんかあるな。あ、帽子落としていってんじゃん、あいつ。あいつってか私変装していた。現場に物を残していくなんてダメダメだわ。これは何？ああ、撮影ね。ぐらいですかね。あ、あっちにもなんかあった。ここにも銃弾が。あ、これはあれだな、あの子たちが撃った方だ。あとはそこにも銃弾があるね。弾痕と言うべきか。これもアサルトか。逃げた方角が分かるっていう感じね。追っていくもんね、アサルトライフル撃ちながら。キッチンの子たちを見に行ってみましょうか。ヘイ、アンドロイドたち綺麗に直立しておりますね。さすが、こういうとこだよな。あ、なんかある。あ、ブルーブロッド、血の色は。あ、何十年もの間アンドロイドのデザインは完成からほど遠かった。ロボットっぽさが抜けず設計費用も高くついていた。そこにサイバーライフが革命を起こしたのだ。きっかけは CEO であり優れたビジョンの持ち主であるイライジャ・カムスキーの発明だ。シリウム310過去登録商標ブルーブラッドの化学名は全てのサイバーライフ製アンドロイドに必要不可欠な化合物で、機械の体にエネルギーと電子情報を循環させる。エネルギーと電子情報を循環。え、すごいね。なんだろう、なんだろうね。思いつかないわ、他にそんな物質。この液体は人間の臓器系を模した合成臓器の生体部品にエネルギーを供給する。まあ、あの心臓みたいな感じかな。生体部品には重要な機能、過去太陽の維持やブルーブラッドの循環などを司る器官もあれば、人間らしく見せるための臓器、過去呼吸を模倣する肺もある。人間同様、ブルーブラッドなしではアンドロイドも機能不全を起こしてシャットダウンしてしまう。ブルーブラッドはサイバーライフ製アンドロイドの特徴である人間らしさには欠かせないエネルギー供給源であり、内部系も制御する奇跡の化学物質は熟練の科学者ですらない男によって開発された。イライジャ・カムスキーだ。その秘密は未だ謎に包まれている。すごいね、ブルーブラッドがないと人間っぽい動きもできないんだ。クリーンフード旋風、デトロイト都市農園が食事スタイルを変える。アメリカの都市部は例外なく2つの問題を抱えている。失業と健康的な低カロリー食品の不足だ。だがミシガン州で試験的に進められているデトロイト都市農園（DUF）がこれらの問題を解決してくれるかもしれない。DUF は高層ビルの屋上や未使用の中庭といった街のいわゆるデッドスペースを GM フリー農場として活用するという計画の試験的導入例だ。これらの農園では都市部の失業者を受け入れているが、適正な賃金と屋外で作業する機会が与えられることで、これら失業者が生活保護に陥ったり犯罪に走るのを防止する効果も期待できる。ああ、ここでちょっと人手を使ってお仕事ですよっていうこと。作物は農園などの化学物質を使わず捨てられ、あ、捨てちゃダメだよ育てられの無農薬野菜はオーガニック専門店で販売されている。デトロイトの肥満率は過去最高を記録しており、野菜の増加は大歓迎だろう。ダニエルとパーカーのトレント兄弟がこの構想に取り掛かった5年前には出資する者はいなかった。全ての銀行に行きましたが、シャベルを買うお金すら貸してもらえなかったんですとトレント兄弟。 DUF は現在50人のスタッフを雇用している。
投資会社から毎日のように資金提供の申し出がありますが、独立したままでいたいんです。お金よりも大事なものがありますから。失業者が減り、上質な食品が食卓に並ぶのだから、文句を言う人はいないだろう。そうだな、いいことじゃん。怖い。あ、こっち、この子たちのことか。いや、どれから話聞きゃいいの。全部同じ方やね。君の機能は。私は放送オペレーターです。え、やば、一個しか聞けない。青色。え、分からん。君の型番は JB300 型。シリアルナンバーは336445581です。分からん。変異体が侵入したときはここに。いえ、覚えていません。みんなに同じこと聞きたいんだけど、なんで。本当だよ、情緒つくわって。見てない。この子は見たはず。君はじゃあどこにいたんだ。最近メモリーにアクセスされたことは。いいえ、ありません。わからん。診断を実行しろ。怖い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 。全システム正常に作動中。怖い。最近他のアンドロイドと接触はしなかったか。作業時に接触する駐在のアンドロイドのみです。わからん。監視カメラで目撃したにもかかわらず報告をしなかった。つまり変異体がいるということだ。どれが変異体なのか調べさせてもらうぞ。結構強気なコナー君。やめて、強気やめて、強気やめて、強気をやめて。放送オペレーターだったんだよね、右は。で、左は見て、今左のアンドロイドこっちの様子見たよね。あ、ほら目が動いてる。他のやつは動いてないのに。変異体こいつだ。ほらこっちのこと伺ってる。一体の変異体のために全員廃棄される必要はないだろう。自白しなければ罪のない二体のアンドロイドがシャットダウンされるんだぞ。お手手にブルーブラッドついてんだけど、お前だろ絶対。取引しよう。もし自白してくれるなら君を廃棄処分にしないよう説得できるかもしれないんだぞ。君でしょ。ねえ、白状しないと脅さなきゃいけなくなっちゃうんだけど。めっちゃ見てくるじゃん。もうこれまた情緒不安定になるでしょ、コナー君。ごめんね、コナー君、本当に。もうなんか、私の中ではすごいさ、なんかこう、エリートみたいな感じの、こう、シュンとした感じのキャラクターだと思ってたんだよ。いいか、君は機能を停止されるんだ。めっちゃ人間らしい、脅しの仕方。全ての部品をバラバラに解体され、分析されるんだ。君は破壊されるんだよ。わかるか？破壊されるんだ。めっちゃ人間らしい。尋問の仕方がめっちゃ人間らしい。めっちゃ疑ってるけど、これ普通に違うかったらどうしよう。はったりかけよう。捕まえた変異体が白状したぞ。赤い。嘘をついたって無駄だ。きたー。おおおいきなりの危険フェーズ。あ、お前、あ、やべ、コナ君ダメだ。大事な部分が。まずい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 。ハンク、ハンク、助けて。ハンク助けてくれ。ハンク助けて。ハンク、ハンク、何か他に何か。ハンク
ハンク来ねえ、あいつ来ねえ。腕抜けないの、これ抜いて、うん、やばい、まずいぞ、あれがないと、あれが生殖、あの生殖器官じゃない、ごめん、すごいことが口走りそうになっちゃった、あれがあの核みたいなやつですね、よいしょ、あれがいるんだ、あれがないと、ハンク来ねえな、あいつクソ、仲悪くなっちゃったからかな、入れて、うえ、よかった、コナ君の肌色が見られるシーンです、どこ行った、どこ行った、待て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 、ハンクが助かる可能性40、銃を手に取る、ハンクを救う、あ、なるほど、こう、あ、やばい、コナ、コナ、兵器が、ありがとう、大丈夫、止めようとしたのに遅すぎた、ハンクが生きててよかった、やべえ、全然何もできとらん、ここびっくりするぐらい何もできとらん、もう一回やり直したい、めっちゃやり直したい、変異体が自己破壊、あー、どうなんだろうこれ、え、どうなんのこれ、でこの上の分岐何、パーキンスにあるスワットに奇襲された、めっちゃ気になる、廊下の操作全くしてない、ちょこれもっぺんやり直していいっすか、いいっすかちょっといいっすかちょっとなんか、ちょっとなんか不完全燃焼だわ、いろいろ不完全燃焼だわ、もう、いやそうだよね、絶対あるよね、だって屋上に行かないとあの旧型見れないもん、お待ちしていたんですよ、はい、正しい決断を下してくださいね、それ重いからやめてめっちゃ重い、それストーリーチャートにアクセスします、はーい、あー次、しかもあの子だ、カーラだ、チェックポイントどこにあるんだろう、廊下の操作全くしてない、廊下の操作ちゃんとしよう、ちょっと怖い、やばいな、このゲーム、このゲームちょっと汗出るもん、暑いからかもしれないけど変な汗出るもん、三号機、そうやって映画的な感じ、今の三号機ってあれだね、当時思って分かるのかな、ちょっとあんまり話しない方がいいかもしれない、屋上？マーシュルが飛び降りたんですよ。ジャッキシーを探してません。この電気じゃ。何もなくない？屋上調べてできる？
はい、警部補。牧場調べてきます。ルーフアスクアクセス、でってってってで、どっか逃げてんだろうな、どっか隠れてんだろうな、多分な。失礼。あー、なんか調べれそうなものいっぱいある。なんでカバン置いていってんだあいつら。警備を全部素通りしててっぺんまで行って屋上からパラシュートで脱出ってか。そりゃあっぱれとしか言いようがないね。確かに。うわぁ、血まみれ。あー、PL600 あれだね、あの子だ。怪我をした変異体は来なかった。向こう行くと多分、なんて、なんて、変態が置いていかれた。はい、これ置いていっちゃダメだろお前ら。そんなでかいカバンどうやって持ち込んだんだ。他のものが用意していたんでしょう。そりゃ妙だな。完璧な計画練っといてパラシュートの数間違えるか。あー、もしも一体取り残されたのだとすれば、足跡くっきり残ってるね。ストラトフォードメンテナンスシューズ、通常サイズ、最近のもの。早いよコナー君、人間では追いかけられない速さだよ。サイモンバレちゃうって。いや違うよ、サイモンを見つけるんだよ逆に。あ、待って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 、なんか話進みそうだった今。でも見たいな、サイモンとこ行ったら多分そっちで話が始まっちゃうから。落ちるなよ。雪がすごいから見えないんだろうな、どこに落ちたかとか。よし、ブルーブラッド追いましょう。人間には追えないんだろうな、きっと見えなくなっちゃってて。めっちゃ現場踏み荒らしてるけど、これ。こっちか。こっちの隅っこにいるんじゃないか。でも隅っこにもいるもんな、特殊部隊。あれ？ブルーブラッドどこに続いてんだ。ブルーブラッドある？あ、あらら。なんで調べてねえのこの先。失礼。吐いた。ありがとうハンク。止めてください。破壊すれば手がかりがなくなる。無理言うな、もう手遅れだ。こっちが死んじまうだろ。ダメ。うふん、うふん、上から下から向こうから大変だな。あ、ジェリコ。ここでジェリコを知るのか。コナ、コナ、平気か。コナ大丈夫。平気です。怪我は。いえ、ったく、ああ、驚かせやがって。動くなって言ったの聞いてなかったのか。少しは俺の言うことも聞け。メモリーに接続されました。銃弾を浴びて死を感じた。死ぬかと思うと怖くなって。機体のメモリーに手がかりが。単語です。錆びた鉄に書かれていた。ジェリコと。ここで終わるんかい。しかもこれ
ホナはショック状態に陥ってしまった。ここで終わんの？なんだこれ、ちょっと待てよ、おい。よくわからん。分析するものがあと3つもあったのか。ちょっとわからんな、これは。変異体を追う。サイモンを捕まえないという選択肢もあるんだね。なんだこれ、ちょっと、まあいっか、これで行ってみようか。なんかもう何がいいのかよくわからん。でもジェリコのことを知ったのはいいことか。これ、ここに助けを求めに来たのね。人間がいる。すいません。すみません。こちらにローズさんはいらっしゃいますか？何の用だ？話がしたいんです。この人じゃないの？それは無理だ。帰ってくれ。頭にローズ色の帽子かぶってる。お願い、どうしても会いたいんです。私がローズよ。違うかった、ごめん、女性だった。どんなご用かしら？助けてくれると聞いて。助ける？来なさい、中で話しましょう。この人は売り飛ばしたりしないよね。信用するしかない。するしかない。アリスに話しかけとこう。具合は？寒いよ、カーラ。寒いか。お家の中で温まろうね。中入ろう。すごい吹雪だもんね。おいで。手つなぐ。おいで。入って。お名前は？アリス。ひどい熱ね。あ、熱出てんの？ここ何日か野宿していて、もう限界で。ちょっと休ませてって。2階に空き部屋があるわ。寝かせてきなさい。食事を持っていくから。アダム。はい、案内してあげて。ごめんアリス、気づかなかった。そうだよな、こんな雪の中歩き回ってたらそりゃ風邪ひくわな、熱も出るわ。よく頑張った。待って、あ、今は見れない。へへ、行こう。なんか手すりにぐるんぐるん巻いてあるけど。この人人間かな？地下牢とかないんじゃない？綺麗だもん。あれ、アリス？見て、大丈夫だよ。あれ、寝かせらんねえ。勝手に寝てくれんのね。広いベッドだなぁ。お靴脱ごうね。ああ、そうだね。上着も脱がないとね。寒いからすんごい重装備だったんだな。ちょっと、え？脱ぎすぎちゃうん？大丈夫？寒くない？それ。よいしょ。私は平気だよ。国境を越えるんでしょ？
私のせいで遅くなるのは嫌。そんなこと気にしないでいいよ。ゆっくり休んで、元気になったら明日出発よ。なんで人間は意地悪なの？悪いことしてないのに。複雑な事情があるんだよ。複雑なの。たまに理解できないことをするのよ。お話しするだけじゃダメなの。きっと分かってもらえるよ。正直に話そう。わからないの。何が好きかわからなかったけど、とっても美味しいスパゲティを作ってきたわよ。いや、ちょっと消化に良いかそれ。解熱剤も用意しておいたわ。はい、ありがとうございます。消化悪くね、スパゲティって。これは洗濯しておくわね。あ、すいません、ありがとうございます。ご飯食べる？何か食べないと。家を出てから食べてないでしょ。食べてくれる？ちょっと下に行ってくるわね。ゆっくり休めば明日には俺より元気になるさ。君より元気になったらすごいことになってるわ。しばらくそばにいるよ。ありがとう。いや、本当にいい人だなこの人。ごめんね、お願いします。なんか調べれるものある？ないね。ご飯ちゃんと食べれるかな。今んところ調べれるものはなさそう。めっちゃ抜き足差し足で 歩くね。もうそういう時期なのかな、クリスマス的な。ん？なんだこれ。おお、墨絵？なんかちょっと日本っぽいね。あなたの名前は？カーラです。この子は息子のアダム。私の名前はもう知ってるわよね。ほら座って。カーラ、いい人っぽいよ。失礼します。真冬に変異体が女の子を連れて一体何をしているの？真実。父親が虐待を、殴られてる姿を見て突然目が覚めたんです。自分を犠牲にしてもあの子を救わなきゃって。あの子を守るために逃げ出したんです。そうだったの。ありがとう。本当にありがとうございます。あと一晩でも外で過ごしていたら。できる限り手を差し伸べるようにしてるだけよ。でもなんで？普通はアンドロイドを嫌うのに、なぜ助けてくれるんですか？私たちも価値のない人間だと言われ続けてきたの。え？周りの助けがあったからこそこうして今生きていられるのよ。国境越えを手伝っていると聞きました。助けてください。川を渡るしかないわ。でも冬は川が凍ってる。とても危険よ。それにあのアンドロイドの生命のせいでみんなピリピリしてる。落ち着くまでの間はここに身を隠している方が安全よ。ずっと隠れているわけにも。あの子には普通の暮らしをさせてあげたいんです。国境を越えないと。何があろうと。大丈夫、私が不甲斐なくてもカーラが絶対守る。お願い、助けてください。ローズ、来てちょうだい。誰？これ読みたいんやけど。何何、どうした？
あの後ろは人間なんだよね。もうそっから疑うわ。人間か機械かが分からへん。一体どうしたの？メアリーがシャットダウンしたんだ。ああ、なんですって。一緒に逃げてきた。国境を越えたら何をしようかっていつも話してて。いや、アンドロイドが泣いてる。愛してた。何よりも愛してたんだ。これからどうすればいい？もう助からないの？そっとしておきましょう。壁に RA9 って書いてあるんだけど。アリス。アリス、どうしたの？寝てなきゃダメよ。でも眠くないよ。あら、さあほら行こう。部屋にいたくないって言ってな。そうなの？そんな薄着で歩かせ回って、あんたズボン履かせてあげて。いえ、平気よ。俺は反対だ。今日はなんか反対してるぞ。事件があったばかりだっていうのに危険すぎるだろ。警察がここで奴らを見つけたらどうする？刑務所行きだぞ。分かってるのか？刑務所。アダム、それについてはもう話したでしょ。いや、もう黙っちゃいられない。人生が台無しになっちまうんだぞ。機械のために。機械じゃないと言っているでしょ。生きているのよ。生きてるのは俺たちだ。あいつらは違うだろう。父さんが生きていればこんなことにはならなかった。アダム、親に向かってなんて口を聞くの？あいつらをかくまったせいで刑務所に行くなんて真っ平だ。いい加減にしなさい。もうやめて。聞いてはいけないことを聞いたような気がする。気にしないで。たまにああやって爆発するのよ。父親が亡くなってからは特にね。でも悪い子じゃないのよ。今晩国境を越えられるよう準備しましょう。いい？待ってて、すぐに戻るわ。調べれるようになった、はあ、なんか複雑。世界三次世界大戦、あ、第三次世界大戦か。勝つのはどの国か。もしも北極圏での戦争が現実のものになったらどの国が勝つのだろうか。北極圏に関する土地は少ないが、あ、面する土地は少ないが、アメリカには多くの同盟国がある。一方ロシアは氷点下で動作するアンドロイドの開発で先んじている。アメリカ海軍は海戦用にカスタマイズされたサイバーライフ製トロイヤおよびミュルミドの部隊を、保有し、ロシアは固い氷に新たな道を引き開くことができるアイスカッター部隊に多額の投資を行ってきた。両軍の実力は伯仲かなしているが、世界領土紛争会議の議長であるハリー・グレイトン氏は北極圏をめぐるアメリカとロシアの双方の主張を急須な根拠と不信の賜物と、批判している。国連議長のダグラス・コーンウェル氏もまた接戦状態の北極圏について次のようにコメントした。両軍が完全に互角な今の状態を考えると、何としても衝突を回避することがますます重要だと言えます。
この戦いに勝者など存在しないのです。絶好のターン。これカーラと同じやつじゃないの。人気沸騰中の家事手伝うアンドロイド。うわあ、なんか来た。警察だ、警察が来た。サイモン見に行ったよ。どうしたらいい。やべやべやべ、変態のコスケを見つける。全部待て、バレちまうぞ。ドアを開けないと。いや話してる暇ね。いつかこうなると思ってた。証拠を隠して。落ち着いて。あなたがうろたえたらバレるわ。面倒はごめんでしょ。お母さんが捕まってもいいの。ダメでしょ。静かにしてなさい。なら落ち着いて言う通りにして。やばいやばいやばい、アンドロイド隠して。あと2、証拠隠して。最後に声だけかけときたい。アリスを連れて。洗濯場2階、2階、2階に行こう。アリス、あー開いちゃった。こんばんは。お邪魔してすみません。アンドロイドの目撃情報がありましてね。あら、そうなの。ここのところ変異体の事件が多いでしょ。そうですね。いくつか質問いいですか。はい、どうぞ。入っても。入っちゃダメ、もちろん。入らせるの。怖い怖い怖い。でも警官一人だ。こんばんは。やばい、あと2つ何だったんだろう。証拠入れましょうか。ぜひ。はい。何か変わったことはありませんでしたか、突然の。待て、変異体の痕跡残り1。警官に疑われないんです。いえ、特にありません。そんなのいませんよ。どこにあるんだ痕跡。わからん。なんだ痕跡って、どれだ。お二人の他に誰か。娘がいます。私の娘が今2階で寝ています。お宅にアンドロイドはいますか。アンドロイドいませんよ。アンドロイドはいません。痕跡がどれかわからん。なんだよ痕跡って、どれだよ。ちょっと焦りでコナン君並みに。え、なになに、どれ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 。ないよ痕跡なんて。てかローズの話しなくていいの。2階はいけないでしょ。ねえよ、ないよ。え、ないない、なんか見つけた。怖い怖い怖い。ちょっと座っててほんと。え、このアンドロイドの痕跡がわからん。もういいや、コーヒー入れよう。早いな、すぐできるんかいこれ。どうぞ、もうここ座ってて。どう。はい、座ってて。ねえ、座っててここに。なんだ、もう一個なんだ、どれだ。一口しか飲まねえのかよ。何事出してんだ、うん、お嬢さんが起きたようですね。そうだね、よかった、お嬢さんの話してて。え、アンドロイドのやつどれ、わからん。何
があんのねえよ。君の名前は？え？あ、アダム。アダムと言います。どうかしたのかい、アダム。ちょっと。アンドロイドが不安なんです。変異体の事件のことで不安になっているみたいで。何か変異体の情報はあるかな。やめて。見られたことは。いえ、見たことはありません。今目の前にいるっていうのにな。本当だよ、アダムがアンドロイドっぽくなってるよ。そろそろ行きます。コーヒーどうも。あ、はい。おやすみなさい。おやすみなさい。何してんだよ、お前らだから。夜はキットがそこで寝てて。それじゃあお邪魔しました。はい、失礼します。おやすみなさい。おやすみ。やべえ、あと一個の痕跡何だったんだろう。お前上でガッチャンガッチャン音立てやがって。大丈夫よアリス、ごめんね。もう元気だから。ありがとう。ローサ、出発する準備を。はい、今夜出ましょう。はい。めっちゃ怖かった。何だったの最後の痕跡。記事を見る。分からん。あと一個何なんだ。家の中の捜索全くできてない。めちゃくちゃ気になるね。はい。ぜひ今月のフリープレイなので探してみてください。